まあ、今今日で第6回目なんですけど、5回目で俺ハードル上げられちゃってんだよね、あの人に、陽介さんにさ、主に見た目的な意味で。あれ、あの人小道具まで用意してたじゃん、完全武装で来たでしょ。で俺それ前日にあの人自宅でさ、こうこんな感じでどうでしょうかってワンゲームのメンバーに回してさ、みんなこの何なんだこのなんかアダモちゃんみたいなやつだって言ってさ、やってたでしょ。今回俺ダメだったら俺やんなきゃいけないでしょ。やらせる。え、俺これか、俺も顔全黒塗りにならなきゃいけないの、このままでいいの。じゃあここが梅干しで、海苔 まばらにみたいなっていう形で大丈夫で、ここにこうやってつけばいいの。まあでもお米の比較だからね。まあでもあれがなんつうんだろう、正しい形ではあるよね。ざわついた。でみんなあれでしょ、おそらくなんだけどさ、このバジ行こうって思った人がさ、突然さしゃもじ持って出てきたらさ、そりゃパニクるよね。何なんだろうって思うよね。俺でも思うわ。一生一緒に来てくれやの第6回、俺ね、前回、第4回俺出てるんだよね。けど、俺、まあ、歴史的なことをやらかしたんだよ。ついに0枚っていうさ。この番組趣旨はさ、結局いっぱい出したもん勝ちでしょ？一発狙いが一番近い道なわけでしょ？ってことは、やっぱり結論としては、ゴッドですよ。まあ、だって簡単なんだよね、俺からすると凱旋って。それを、ちょっと今日、あの流れで、まあ、バチンと引いていっぱい出して、今のところね、陽介さんの通算が全部で5000枚ぐらいだと思うんです。あの人1回目3000枚ちょっと出して、で2回目が300何枚しょぼって、前回1200枚ぐらい。それに対して俺なんて超わかりやすい、1000枚きっかりだからね。2回目で1000枚出した、4回目で0枚、計算しやすくていいでしょ。だからこのペースを合わせるためには、3枚、まあ、とりあえず陽介さんと足並みを揃えるためには私4000枚やらせないといけない。今日のノルマ4000枚なので、4000枚出せ出る台って言ったら何、ゴッドしかないでしょ。はい、俺が、え、じゃあ分かった、まあいいよ、分かった。じゃあ今回、じゃあ何枚以下だったらおにぎりにする。3000以下。3000って結構な枚数だよ。まあ、いや、まあ、目標は高く持つけど、いや、目標は高く持った方がいいよ。でも加減をそこまで高くするとさ、なるほどね。じゃあ俺は今この値切りは成功したわけね。じゃあその2000いきましょう。じゃあしましょう。じゃあ分かった、2000いかなかったら交換枚数だよね。そう、2000いかなかったら、じゃあ私も次回もおにぎりになりますよ。やりましょう。うん、でこの番組ほんと気が楽なんだよ。だからいくら入っても、入っても当たり始めたところがスタートラインだから、だよね、出りゃいいから。そう、これでもここが2000であればいいからね。うん、まあ俺が帰りにお金を下ろして帳尻合わせてカミさんに報告すればいいってだけの話だから。じゃあ頑張りましょう、行きましょう。はい、やってきましたスロットザップ武雄店一生の第6回ですね。で、私はもう狙い台決めているので凱旋よ。いっぱい出すよ、エキシステルメイきます。今回こそ俺はゴッドを引いた時のリアクションを監修したいわけよ。だんだん練習してきたよね、有名どころの演者さんちゃんとゴッド引いた時にこうびっくりみたいな、こういうリアクションをするんだけど、俺いつもさ、シャーとか言ったでしょ。その感情の爆発を抑えて、えみたいな、えみたいな、ゴッド引いちゃったみたいなっていう、あのね、まあ、しらじらしいリアクションをやってみたい。で、あ、俺この番組の凱旋打つの初かな。あ、初なんだ。あ、そうだよね。ほら、もうリプさん俺、リプレイの影がついてるからさ、リプ4ぐらいいっちゃうんだよね。あー、ポイント。おー
やっぱ俺すごいんだよ。いやこれ多分リプコもいくよ。おかしいでしょ。やばいよ。これ今50に書いてたからね。これやばいな。リプ6。じゃあリプ7いこう。今日こそリプ7いこう。あーどうかな。あ、うん、これ大体16万本抜けてるんだよね。じゃあもうこの時点で AT2 発と GS3 個あるからもう今日勝ちです。投資2000円。やっぱりほんと外線打つために俺は生まれてきてんだよ。ありがとうございます。64ゲーム投資2000円。当選ケーキはリプ6 なんか天井も設定も何も関係なかった俺には、うん、そうだね。散髪中ね、いやあのね現実的な形でも散髪中2発は決める最低です。謙虚の気持ちでいこう。ちょっと煽ってごめん、これで反応するとこじゃないんだよね。反応しちゃうんだよ俺。お、いったかも。おまけジュースと、おまけジュースと、まあ、これでなんか流れは決まるよね。この後の3発で。悪いね、こんな甘くないか。はい、じゃあストック分は出して511枚、まあ全部300で、まあ255枚は出せるということで、じゃあ GS と3発出しましょう。そこはもう無視。さあ頑張ろうじゃん。まず3つの1個目ね。頼む。ちょっと気持ちが後ろ向いてる。鏡を2枚出して7を揃える。はい、バン、出てる。パターン、あ、バン。やばいよ。どうする AT200 が終わるのか。さあもうこれで今日の流れ全部決まるよ。頼む。なんで俺3発も無駄にしてんだ。高いねー。帰ろうか。やべえ流れだね。持ち遊ばれてるよ。ジョジョネタを言っても最近の人ってジョジョネタ通じんのかね。あ、まあネット番組なら通じるか。俺さっきリプ6引いた瞬間に勝った第3部カーンって思ったよ。いやほらっていうのもさ、前回散々怪獣ネタをやったじゃん。今回何ネタにしようかなと思ってて、まあでもあれよね、凱旋は編集しやすくていいよね。キングクリムゾンしやすいからね。キングクリムゾン。さあ1000超えました。これなんか嫌な予感するのがさ、ちょいちょい上がるじゃんモードが。のせいでさ、それってこの辺なんだろう、1200、300あたりからはもう足かせになるじゃん。まあでもいいのが、もう当たってもいいよっていう
こう、そう、大人、なんかね、落ち着いていこう。ピリ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 するとさ、やっぱイライラするじゃない、打ってて。だってさ、楽しむためにスロット打ってんだから、そんな、そう、そんなね、天井前にちょっとボードが上がってね、天国行ったからって、おざけてみたいな感じには、やっぱりその、精神良くないよね。キングクリムゾン、まあね、天井がさ、強いと、ここからがさ、やっぱこの、胃が痛いんだよね。ただ、今はね、俺、正直言って、モード的には、やばい。通常って言われてるけど、これ多分なんか、なんなんこれ。いや、興奮するなって、さっき自分でも言ったけど、無理だわ。やっぱおかしいわ。うわぁ、めっちゃピンピン言ってる。うっそー、なにこれ、マジで。あー、危ない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 。刺さる要素がどこにあったのよ。ないでしょ。おい、もうふざけんの、なんだよこれ。キングクリムゾン残り100か、100ゲームだね。お、しのげばいいだろうね。まあそう、興奮するなよ。待て、あ、危ない危ない。うわー、多分これ結構熱いやつよ。あぶねー。うわー、うわー、これやっぱ風吹くっぽい。あー、今1454。まあ逆にね、この辺でさ、初当たり取って潜伏してくれたら、まあ、逆に美味しいと思う、それもね。なんか、なぜか2連出てきて、1パ。いや、怖いね。いや、まだ天国にはいない。これは、これは準備です。あと11ゲーム。これで6枚目。なんでそういうことすんの？いや、まあ、当たってないと思うよ、俺、まだ。ただ俺はちょっと今安心してるのが、その刺さってない、うん、いいところには言うんだけど、今1700、あと5ゲームだよ。1475。俺何これ、こんなに見せ場は俺いらねえよ。何なんだよこれ。479、これで到達だね。よしだ、よしよしよしだ。やっぱこれなんかあるわ。だってこんだけ回して初めて神明がこのゲームだよ。おかしいよ。この1500ザストだし、頼む、 V 止まってほしい。1499。いや、1かしんどいかも。これで青になったらだいぶ楽。なんない。さあ、これ運命の時、まずここが全て。うわ、超上がる。よし。ただまだわかんない。色変わっちゃおう。変わらない。まだ安心できない。こいつはまだその位置だけど、まだ80本を取れてる保証はないし、この時期もまた強いを出ないっていうのも私嫌なんだよね。だこいつ側に番組を盛り上げようとしてくれてる意識があるの。順調が大変なことになってる。またケースカッティ。さあ、すげえ大事な3セット目、行きましょう。やめて、本気やめて、本気やめて。
ライトを天国で打ちたいと思います。難関の間違いで、おお、そう、俺もそう、俺好きだ、このパターンは伸びるんだよ。3回これでもう取れてる。天井の 80% は確実に取る。おお、まあ、最近これ実はね、俺5連発ぐらい外してるから、そろそろ当たるはず。中段の方、中段に、中段の方、中段に頼む、お願いします。さあ、さっきの流れから考えるとおそらくあるであろう4セット目とか、頼む、鏡、よし、いやー、これは取れてる、取れてる。ひよって打ってるとこういうのが取れないから。おお、長い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 、ついにプレミア引いたか、行こう。ごめん、またあのリアクションできなかった。絶対に含め、震えたで。さあ行こう、この 80% ループボート状態でゴット。やっぱね、これがゴットプロです。バーホルで凱旋プロです。でこれで今5セット目になってるから、残り、9までやってるよね。そう、あの、見たことなかった今のは。やっぱ外旋夢、やっぱゴットは夢が詰まってるね。世間でさ、依存症とかのさ、風当たり強いとかさ、ほら、依存症の人たちのためのね、リカバリーサポートもあるわけで、俺は、あの、依存症でもいいんだよっていう。はい、9節目終わり。次が見えてる最後でございます。ここで間違ってね、V とか出てきたらね、もうたまんねえのよね。そう、ダメだ。よし、頼むよ、一回ぐらい。よし、あー、リッカー、今でね、とりあえずね。いや、何個出てるか分かんないな、本当に。この状態一番楽しいわ。はい、さあ、この次までは取れるか、確定。海一体行かない。さあ、これで目に見えてる部分は全部終わってしまったので、こっから先はマジ未知数。こっから先の通常はマジ楽しい。おい、来いよ来いよってことだよね。まだまだあるんだな、これいくつあんだろうね。やっぱね、俺思ったね、俺に外線を触らせるという行為が、そもそも室伏に砲弾を持たせるような行為だよ。わかる？はい、まあでも俺次も続く気しかしない。よし、ドーン、よし、いくよ、ここは外に積もるよ。よし、一個、わ
まあね、まあね。いいね。さあ、また見えない銃像、いくよ。これはいけるっぽいよね。いや、ちょっとまずい。あー、終わりかい。ここまでか。お、いいね。第一ドガーね。はい、53ゲーム初めて。おーいやばい。さあ、25% を2回超えられてるか。ないね。外線では、4584枚持って、移動します。ゴッドで稼いだ4500枚をさらに増やすべくノーマルに来ました。サンダー、多分ね、俺動画収録でサンダー打つの初かもしれん。まあでもとりあえずね、これ今合算が120ぐらいか。合算が122分の1で、ビッグが、そうだね、ビッグ12の馬券6。まあまあ良さそう。サンダーって昔から横コーンがチェリーじゃない、ほぼ。で、そのチェリーで一冊されるのがさ、結構嫌いだったんだけど、こいつってほら今俺押してるけど、ファーを絡めた押し方でチェリーの一冊は結構なくなるから、で今やってるのが赤の枠下のビター、俺一番好きなところ。ローテで打ったりもするけど、これ違うんだけどね。枠下カードはね、目押しをちゃんとやってればかなりボーナスが一角で入る。基本の停止系がこれで、割れすいかね。で、まあ、ここからは追加、こいつ0枚だから追加揃わないし、今横コーンになってこうなるときは、まあ、追加揃いとか0枚追加揃いとかがリーチ目で、これが今は、まあ、多分見押し見せてるけど、4コマ滑ってこいつが来てれば一角。なるほど、来たら一角。これバーテンパるよ。ごめん、目を押し切ってた。いや、これね、目押し完璧だと一角なんだよね。で、目押しミスってるとベルオアなんだよね。ごめんなさい、俺目押しガバガバです。なるほどね。おっ、ただこれ負けなんだよね。いや、だからあそこ、まあ、楽しいんだけどさ、中段バーハズレ負けなんだよね。あれ、これどうやって打ったっけ。V だよね。あ、 V だ。 V で真ん中にスイカのやつをやって左に中段抜けたりだよね。これミスだよね。よし。そうだ。で、ここだよね。で、中段だよね。中段だよね。あ、そうだね。よし、ワンチャン。なれ。ならない。いやー、でも俺ね、さっきからね、俺目押しガバガバで自信ない。あー、入った。はい、バカね、追いついてた。なんかね、バケいいよね。そうだよね。これさ、左の目押しがガバるとさ、どこでもどうでもとても止まるじゃん。それが俺好きだろうね。あれ、俺今押したかなみたいな、ね、これなんて完全に遅いじゃんみたいな。どうかな、今どこ押したかな。ちょっと早かったような気もするけど、早い場合のベルは1個手前のはずなんだよね。だ、おそらくこれはバーがテンパります。ません。
すげえ出たよ。これ出ないんだよ、全然出ないんだよ。こうだね、こうだね、そうだ、そう、1、2、3個まで押すんだよ。そうすると斜めに揃う。レレ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 、おお、びっくりした。でも化けなんですよね。あ、ビッグだ。あれってことは目押しミスってんだ俺、左。やったー、やりました。嬉しい。やっぱめちゃくちゃ増える。3が最高。そっか、中段バーから外れで V ビッグが出てくるってことは、赤菜を下段に押したか。さ、あの目押しミスってさ、赤菜が下段に押したときにさ、何が気持ちいいってさ、赤菜が下段に張り付くんだよ。さ、どんなに目押しミスってもさ、中段に押すことはないじゃない。で、一コマ目押し早くて下段に張り付いたら赤一着だろ、モンドのようで。あれが超気持ちいいんだよね。あ、目押しミスったけどやったーみたいな。自分の目押しの正確性を疑うっていう。正確ならばみたいな。俺左今ね、ごめん、あ、これね、あの結果論を言うのもすごい嫌なんだけど、ちゃんと押せてたと思うの。ってことは赤ならなんだよ。1コマ、そう、こうすればちゃんと取れるね。多分ね、俺何かをね、全部を左がね、1コマ遅気味。あのね、下ドラだけでね、40枚ぐらいある。だから今100枚だから、これでなんとか引けたらいいし、引けなかったらやめる。終わります。もう見てやばいよ。だって見てこれ朝13ゲームじゃん。これ横見て、ゼロ書いてんだから。しかも前日もゼロだよ。最終ゲームゼロ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 。多分ね、ちょっとね、エンターライズはちょっと考えた方がいいですよ、マジで。じゃあ人がいる方を見に行ってみようか。はい、人がいっぱいいるところ。すごくね、あのモンハンと比べたこれ同じ店だよ、これ。同じ店とは思えないよね。あ、でもそっか、3300、3600、そうだね。なんか 2、3台だよね。 2、3台固まってるよね。でもあそこで今ね、完全勝利をかけた勝負は検証受けられてるんだよね。これ粘ってね、これ偶数の上だよね、こういうのね。あ、これもそういいわ。はい、じゃあ実践終了しました。お疲れ様でした。ですね、もう楽しいよ。俺思ったことがあるの、やっぱり今まで、まあ、他の番組で凱旋ずっと、多分この番組で凱旋打つの初めてなんだよね。そうで、やっぱりね、鬼に金棒さ、ね、で室伏にハンマー、鉄に凱旋、もうこれね分かってきた。正直ごめん、ちょっと俺ね、だいぶ視線が上からになるけど、ゴッと引くのが当たり前になってきてる。で最終的には4500枚、それ持って、よさサンダー、略してヨサンダー、ヨサンダーに行って、ちょっと目押しはガバガバなところも見せたけれども、5000枚ザッソ、この画像ね、この通り、ごめんなさい、レシートがないのでパーソナルなんで、5000枚ザッソで買えたので、今日の、収支は分かりやすいです。投資が、全部で2600枚、で、交換がザッソ5000枚なので、誰でもできる引き算2400枚プラス、勝利だし、勝利だし、まず俺ね、この5000枚をすることによって、この、番組一緒に来てくれや、2話、4話、6話の合計値が6000枚になったの。3で割ってごらん、1回当たり2000なの。つまり平均ノルマを超えたんだよ、これで。で、それに対して一方、天然様、3話取って5000枚なんだよ。あの、洋介さんの分も俺がカバーしていくよ。しょうがないから。次回、まあ、多分洋介さんのターンだとは思うんですけど、引き続き、ワンゲームの一緒に来てくれや、よろしくお願いします。チャンネル登録をね、ぜひお願いします。このストーリーだったってるんでね。はい、じゃあ次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。 YouTube をご覧の皆様はチャンネル登録を、ニコニコ動画をご覧の皆様はフォローをお願いします。今後の撮影スケジュールについてはワンゲームホームページでチェック、画面下説明文のリンクから確認できます。実践中の声かけももちろん OK、 ぜひとも遊びにいらしてください。